どうも、Dチャンネルです。前回の動画でですね、自宅の食料庫に、パッと見ニンニクっぽいけど長ネギのようなものがニョキッと生えている、これはニンニクなのかネギなのか何なのかっていう動画を出したんですけど、そこでですね、これはあれじゃないか、いやそれともこれじゃないかっていうコメントをたくさんいただきまして、さらにツイッターのリプライでもですね、こういうものじゃないですかっていう意見をくださいまして、皆さん誠にありがとうございます。それでそのいろんな意見を参考にして考えた結果、ほぼ十中八九あれはネギだったんじゃないかっていう結論に至りました。というのもですね、先ほど言ったツイッターでのリプライでいただいたコメントの中にですね、ツイッターって画像も載っけれるじゃないですか。その画像を見てみると、あれはネギの花の部分だったんじゃないかっていうので、こういう画像なんですけども、その丸っこい白い下のやつはもうおなじみの長ネギの葉の部分じゃないですか。それでその白い丸っこいのが徐々に腹開いていって、ネギの花が生まれて、でそこから受粉が行われて、こうしてネギの種が出来上がると。だからあれは切り取られたことによる自身の危機感から、自身が持ってる栄養素を持ってフルパワーで成長した姿だったんじゃないかと。あの白い袋の中に詰まってたのは根っこじゃないかって言ってたんですけど、逆に何でしょう、花のおしべの部分っていうんですかね、まあ、とにかく花の部分だったんじゃないかっていう結論に至りました。いやーこれね、ほんと自分悔しいですね。送られてきた画像とか、そういう、まあ、ネギの花、ネギ坊主っていうらしいんですけど、そういう姿は昔から自分見たことはあったんですよ。うちの地元の中学校のすぐ近くに畑があって、そこでネギ栽培してて、だから一通りネギの成長過程とか見てきてるはずなんですけど、昔から自分思い込みが激しい性格で、一度これだって思ったものはもう曲げないことが多いんですよね。だから最初パッと見ニンニクだって思ったら、もうずっとニンニクだって思っちゃう性格で、そうですね、冷静に考えればあれは長ネギでしたね。というわけで、こんなバカな上に無知な自分に、たくさんの優しいコメントをいただき、皆さん誠にありがとうございました。今後も何かわからないことがあったら、Dチャンネルを通して、皆さんにご教授を願いたいなと思います。